どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、またスラッシュバスター編ということで、もう残りの1匹となってしまいました。スラッシュバスターも何かはご存知ですか皆さん。残りの1匹、私今までアーカイドバージョンスラッシュバスター、最高ハイパーサイコアンナースラッシュバスター、そしてレッドデーモンドラゴンスラッシュバスターやってきましたけども、残り1体はこちらですよ。本日のデッキがこちら、デスカイザードラゴンスラッシュバスター。悲しい、悲しみのゾンビ軍団なんですよ。デスカイザードラゴンってこれなんでかっていうのをご説明します。デスカイザードラゴンのスラッシュバスター化なんですよ。デスカイザードラゴンスラッシュバスターっていうのは、でデスカイザードラゴンって皆さん使ったことあるかどうかちょっとわかんないんですけども、見てください、チューナーに縛りがついてるんですよ。チューナー、ゾンビキャリアプラスチューナー以外のアンデッド族モンスター一体、つまりですね、サイキックリフレクターが一切使えません。一切です、全く使えないねえ、チューナー以外のアンデッド族も指定されるんで、もう縛りプラス縛りなんですよ。これクソほど辛いです。非常に出しにくい。もちろんまあ出しやすくはある、こいつ自体は、こいつ自体は出しやすくはある。なんでかっていうと、ゴズキと、デスサムライで、ゾンキャリ落とせばもう簡単に、まあ、要はこの2枚だけ、1枚だけで、手札1枚使うんで2枚ですけど、2枚で出てくるんでめちゃくちゃ簡単なんですけども、ただじゃあその場合バスターモードサーチするのどうするのよという問題が起きますよね。リフレクター入れているとでもデスカイザードは出せない。でもデスカイザードラゴンバスターを出したいんだったらバスターモードをサーチしないといけないと。だからね、お互いに共存があまりにも難しいモンスター、デッキ構築が死ぬほどむずいモンスターなんですよこれ悲しみのね、モンスターなんですが、で、じゃあどうやってやっていくかっていう話なんですけども、もうね、正直ね、活躍させるんだったらね、もうね、事故りますよ、このデッキ。はっきり言います、事故りますけど、活躍させるんだったらここまでしないと無理。効果はめっちゃ強いんだよ。でもリフレクター入れてたら出ないんだよ、デスカイザードラゴンスラッシュマスターが。だから出すためにはもうね、振り切るしかないんだよ完全に。でデスカイザードラゴンスラッシュマスター効果、バスターモードの効果でも特殊召喚できる。このカードが特殊召喚に成功した時、自分相手の墓地のアンデッド族モンスターをだから任意の数だけ特殊召喚するっていうやべえ効果持ってるんですよ。つまりですね、もし OCG だった場合、フィールド5体ありますから、1体出てきたら5体ブワって展開するのも可能なんですよ。これクソ強いんですよ、効果はね。なんですけども、バスターモードがそもそもトラップカードなんですよ。で相手ターンに発動したりとかするカードじゃないですか。これ相手ターンに発動した場合、エンドフェーズに蘇生したやつ死ぬんですよ。だから相手ターンにデスカイザードラゴンスラッシュバスター出しちゃダメなんですよ基本的になんで自分のターンに出さなければいけない。自分のターンに出すってなったら結局これなんですよ、バスターモード0。バスターモード0が、手札から特殊召喚バスターモードをね、スラッシュバスターを出せるモンスター でさらにバスターモード0を、除外すると墓地から、デッキからバスターモードセットできる。でセットしたそのバスターモードはすぐ使えるよという効果があるんで、これね完全に高校用モンスターなんですよ。高校でブワッて展開して一気にキル取るっていうデッキなんで、なんで OCG だと結構ね展開力が結構あるんでね、もう割とね面白いんですけども、リンクスだとね本当にね一発屋ですねでもう今日は何やっていくかっていうと、もうメインギミックはもう説明します。もう完全にもうこれしかやりません。デスサムライ、ゴズキから、ゾンキャリ落とします。ゾンキャリ効果で手札1枚デッキに戻して、蘇生します。で4トンに使って6シンクロしますよ。でデスカイザードラゴン出したら即座にバスターモード0を打ちます。でバスターモード0を打ってデスカイザードラゴンをデスカイザードラゴンスラッシュバスターに変身させます。ほんでデスカイザードラゴンスラッシュバスターの効果で墓地から、デスカイザードラゴンを蘇生します。効果を購入してね、でエンドフェーズに破壊される。ただし、墓地のバスターモード0の効果によってこれを除外してバスターモードをセットします。でそうするとバスターモードが即座に使えますんで、今蘇生したバスターモードじゃねえや、間違えた、デスカイザードラゴンを、バスターモードで変身させまして、2体目の、デスカイザードラゴンスラッシュバスターを出します。で、2体目のデスカイザードラゴンスラッシュバスターの効果によってまたデスカイザードラゴンを、蘇生します。そうすると盤面、最終盤面、デスカイザードラゴンスラッシュバスター、デスカイザードラゴンスラッシュバスター、デスカイザードラゴンっていう
やべえ盤面になるんですよ。ロマン盤面でスキル発動封鎖ですよ。ずえーっていういくつなんだろう。2級やから全部で900上がって3パチ3802体の900上がるから3300になるんですよ。3パチ3300っていう、これがやりたいだけということでね、早速、あ、ちなみにあのコズミックサイクロンであのなんかバック除去するのと一応そのエレファクしてキル取るっていうのもあるんでエレコムでいってます。はい、早速ねやっていきましょう。悲しみのゾンビ軍団デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方前髪ハゲよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。お、揃ってる揃ってる。もうこれやるしかねえ。俺もこれやるしかねえんだって。もうこれクソデッキだからさ、もうやるしかないんだよ。ゾンビキャラの効果発動。俺は手札を1枚デッキの一番上に戻し、このモンスターを墓地より特殊召喚していく。そしてレベル4デスサムライにレベル2ゾンビキャリアをチューニング。その朽ち果てた体に鞭打って現れよう、デスカイザードラゴン。そしてこれセットっていう選択肢もあるけど、これはねもうねやるしかないんですよ。こんなもん相手に出しても意味ないから、いけデスカイザードラゴン。スラッシュバスターか。はい、そしてデスカイザードラゴンスラッシュバスターの効果発動。デスカイザードラゴンを、まあアンデッド族だったら何でもいいんだよね。墓地より特殊召喚。これさ、デスサムライさ、あ、でもこれ相手の効果で破壊された場合じゃないからダメか。まあまあまあ、そんなことは気にせずいきましょう。バスターモードをセットし、このターンこのセットしたカードはすぐ発動できる。バスターモード発動。俺はフィールド上のデスカイザードラゴンをリリースし、デッキよりデスカイザードラゴンスラッシュバスターを特殊召喚。シェイ、やつえ手札4枚使って3100を2体並べるゲームだぜ。ブルーアイズでいい、やかましいよ、やかましい、黙っとれ。いやー、これ強え強え、最強。しかもなんか3100になっての向こうの相手の荒野の効果ですからね。普通ここ2200ですから普通はここ2900っていう。しかもモンスターゾーンがなんか3枠しかないから、なんか蘇生もそんなにできないっていうね。バスタービースト OK、 バスも OK、 いいよ問題ない。リフレクター OK、 バスも OK、 OK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 。 これ何されんの。ちょ、3100突破しないでお願いだから。ちょっとそれ絶望するから、こんな頑張ってんのに。ちょ、マジでちょ、落ち着こうよ。おい、ハゲ、ちょっと一回落ち着けよ。ブラロ、もうやめてよ。あ、エブやった、全然ブラロじゃなかった。プレーおっプレーおっプレー、あんわ、なるほどな、あぶねー、よかった。なんかブラロされるかと思った。もうなんか即されだもん、そんなの。特定のモンスターいったら特殊化する。お、なんだ、ゴズッキー、ゴズッキーさんで何ですこれ、何デッキだ。ゾンキャリ、あ、なんか似たような動きすんな。ゾンキャリ効果、はい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 、ゾンキャリ効果で、出てくる。お、これなんですか、デスカイザードラゴンですかまさかデスカイザードラゴンっていうパターンないですか、まさかの。あ、え、嘘、マジマジ、おい、ハゲ、ちょ、友達になろうぜ友達になろうぜ。うわ、つえ、やべえ、つえって、おい、つえよ、おい、おつえよ、やめろって。やべえ、俺のデスカイザーポケられる。まずい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 、くっそ、やべえぞ。向こうも2体出すか、向こうも2体出す、もしかして俺、え、これで負けんの俺、嘘でしょ、嘘だよ、誰か、うっそ、あ、でもデスカイザーは復活するんだこれ。青は、なるほど、セット、あ、え、エンド、あ、そうか、殴れないんだ相手、そうだ、エーフで殴れねえ、よし、来たこれ、危ねえ、死んだと思った、危ねえ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 、これはマジで、いや、でもこれ友達になりてえ、この人友達になりてえ、絶対食ったことも、そう、バトルとりあえず、まずですね、ですね、ちょっと待ってくださいね、どっちが行けばいいんだろうな、これ行って、で、守備も抜けないから、守備一生抜けないんで、ちょ、とりあえずですね、あのね、エンフェア殴んないと多分これ抜けないですよ、一生。一生抜けないから、こいつ殴るしかなくて。いや、でも、言うて2900でしょ、最高だって、向こうも。
そこは同じなと思うんですよね。ですね、まあエンフェですかね。 OK で、まあこっちの2900は別にやられてもいいや。1体ぐらいは1体残ってれば問題はない。今やばかったな。今なんかフィールド上にデスカイザードラゴンスラッシュバスターがなんかあれだぞ、あの4体いたぞ今。どんな盤面だよ。デスカイザードラゴンスラッシュバスターの効果、デスカイザードラゴンを特殊召喚していく。いや今度はデスカイザードラゴンめっちゃ、あ、え、これさ、これさ、いい感じでパクれるんじゃね。あ、エンフェ、エンフェパクるのありやな。エンフェパクるのありやな。いやでもリフレクターもありやな、リフレクターもありやな。エンドフェーズにこれ知らないよね、知らないから、これリフレクターパクるのありやけどな。いやでも言うてか、これワンチャンもう一回出せねえかな、マジで。これさ、リフレクターパクったらさ、効果発動しちゃうって俺。これ効果発動して、で、バスターモード、バスターモードかな、バスターモード、バスターモードだな。バスターモード持ってきて、で、備えておきましょう。で、どれを殴りますか、まあ、どれを殴っても、まあ、そんなに変わんないかなとは思うんだけども。バスターモードあれば次のターンまたセットして、次またバスタースラッシュバスター出る。オッケーオッケー、2000は食らってやるよ。いいだろう、ドロー。バカったねえか、バカったねえか、くそ、バカったねえか。いやー今バスターモード出るだったってこと、そんな、そんなのわかんねえよ、食らえ、おらん、知らねえよ、なんだよそれ、ふざけんなよてめえ、毎回毎回デッキトップしきやがってさ、全員デッキ眠ってる。あ、来た来た来たぞ、バトルフェーズ行け、デスカイザードラゴンダイレクトアタック、そして手札よりバスターモードゼロ発動、フィールド上のデスカイザードラゴンをリリースし、手札よりデスカイザードラゴンスラッシュバスター降臨、めっめっちゃ出る。デスカイザーめっちゃ出る、死ぬほど出る、いけ、くらえ、やば、遊戯王楽しすぎ。さあお相手の方、闇遊戯先生よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。先生手札揃ってるんですよ、僕手札揃ってるんです。ちょっと金そこだけやめてもらっていいですか、金そこだけマジできついからやめて。モーレフもやめて。もう、もう、うっとうしいわ、あのモンスター。このモンスター、ガチでうっとうしいわ、チェーンアレ、これ絶対モーレフかよ。これ手札あれかな、エレメントセイバーかな。ちょ、とりあえず牛は、牛どうっすか、牛いいっすか、牛許してもらいます、許してもらえる。で、牛効果は、牛効果発動してゾーンキャリ落としてるんだけど、あ、いい、いける、そこもいける、なるほど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 。で、ゾーンキャリ効果いいっすか、ゾンビキャリア効果でデッキトップにバスターモード落として、で、ゾーンキャリ蘇生いいっすか、自分これいいっすか、許してもらえます、許してもらえない、あ、許してもらえなそう。許してもらえる、許してもらえる、あ、許してもらえちゃう、許してもらっちゃいます。じゃあですね、レベル4ゴズッキー、まあ、牛のお化けに、なんか気持ち悪い、気持ち悪いやつをチューニング、シンクロ召喚デスカイザードラゴン、これは許してもらいます。カナディア許してもらえない、カナディアそれ遅いんですよね。バスターモードゼロの効果発動、俺はフィールド上のデスカイザードラゴンをリリースし、テクナよりデスカイザードラゴンスラッシュバスターを特殊召喚、そしてデスカイザードラゴンスラッシュバスターの効果発動、エネコンの弾としても使えるぜ、このゴズッキーはな、デスカイザードラゴンとゴズッキーを特殊召喚、スッスッ、そして墓地のバスターモードの効果発動、このカードを除外し、デッキよりバスターモードセット、このカードはこのターンすぐ発動できる、行くぜ、スキル発動粉砕陣バトル、あーつえー
お相手の方、ダークシグナーカーリーネス選手、よろしくお願いします。行くぜ俺の嫁。ゴズッキーの効果発動。ゴズッキーの効果によってゾンビキャリアを、墓地に落とし、ゾンビキャリアの効果発動。違う、ちなみにですね、ですね、この手方はガチでザコです。ガチザコ。これ相手ターンにデスカイザードラゴンスラッシュバスターが立つんですけど、一応相手ターンに出たスラッシュバスターって意味ないんですよ。エンドフェイズにその特殊召喚、周りに特殊召喚するゾンビモンスターがいたとして、ゾンビモンスターなんだ、アンデッドモンスターがいたとして、でそいつはエンドフェイズに死ぬっていうことを持ってるんで、相手ターンにスラッシュバスターを出す意味がほぼないんですよ。これめちゃくちゃきつくないですか。はい、 OK。 トリッキーゾンキャリ、トリッキーゾンキャリやばいな。トリッキーゾンキャリもまあまあやべえ。トリッキーゾンキャリもまあまあやべえ。これ7か77か7、これ何、これエバリー、もうトリッキーでエバリー出すのやめろよ。フォーチュンレディ出せや。くそ、あー、赤出ました。つえ、赤な、つえは赤な、つえやべえ。バスター対決や、バスター、スーパーバスター対決。アーカライトマジシャンの効果 でそれどっちですか、どっち、まあ、どっちにしても使わないよね。どっちにしても使うしかない。でバスターモード発動。俺はデスカイザードラゴンをリリースして、デスカイザードラゴンスラッシュバスターを特殊召喚、そしてスラッシュバスターの効果発動。ちょ、あんま意味ないんだけど。だからさ、これ相手ターンに出すモンスターじゃねえんだよな。これ相手ターンに出すモンスターじゃねえんだよな。でですね、一応ですね、こうしておいて、でデスカイザードラゴンスラッシュバスターが死んだらデスカイザー戻ってくるっていうパターンにしましょう。さあどうしますか。スラッシュ破壊します。スラッシュ破壊すると2400っていう超高打点のモンスターが出てきますよ。あー、やりましょう。 OK、 いいよ。どっち、まあそっちだよね。 OK、 スラッシュバスターの効果発動。いやー、このムーブ弱えこのムーブ弱すぎん。デスカイザー出てきて出てたんだけど、うわっ、強っ強テクダじゃねえかよ。これ加点くれ、もう無理、無理なんだけど。デスサムライ召喚して召喚して、で効果発動する、で、ゾンキャリ落とす、戻してブリューなくしたら手札コストがないと、手札コストがないと、なるほどですね。これは勝てませんね。おい、バスター、おい、強えな、おい、ちょっとデッキ構築教えてくれよ。なんか毎回毎ターン、そんななんかさ、ちょっと一応進化します、これ。これなんかどうやっても勝ってないんだけどね。一応進化しますか。ゾンキャリの効果を発動しましょう。で、コズミックサイクロンとかで最強カードデッキに戻して、で、ゾンキャリして、で、最後ですからね。最後ですから勝てねー。いやー、なんか今ね、いやなんかその裏で回してるから、みんなが一体どのぐらいのそのこのデッキ、まあどのぐらいの感じで勝ってるのかちょっとわかんないと思うんですけどね。今ね、多分ね8連敗くらいしてますよ今。これ8、これで多分これで負けたら9連敗目とかいうレベルで、コズサイを引いていく、で、コズサイをぶちかましていく。おい、で、お前のセットカードを除外してやるぜ。はい、バスターモードがいいだろ。男子色するぜ。いいよ、来いよ。殴れよ、いいよ、来いよ。いいよ、来いよ。殴れ。マジックブースト、え、強っ。ちょ、何このデッキ、ふざけんって、マジで。デクラ強強星人じゃねえか、ふざけんな、マジで。